おはようございます。おはようございます。本日は旭川市を観光していきたいと思います。はい。この間も旭川の動画は、旭川観光の動画を上げてるんですけど、今回またね、ちょっと違うところを巡っていきたいと思います。はい。まあ今日はね、のんびりドライブ旭川旅ということで、お昼ご飯食べたり、スイーツ食べたりして、お花を見たり。お花を見たり、もう全部言っちゃってるけどね。今がもうすぐ11時になるんですけど、ちょっと早めのお昼ご飯を食べに来ました、はい、日の出食品っていうジンギスカンの美味しいお店が旭川にあるんですよね、お肉屋さんなんだよね。あ、そう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 、お肉屋さん。ジンギスカンを買って、お家で食べたりっていうのは何度もあって、めっちゃ美味しいんだよね。めっちゃ美味しい、本当に好き、その日の出食品のこのお肉屋さんの中に、激安ランチが食べられるなんかレストランが入ってるっていうのをちょっと聞きまして、超気になると思って今日来てみました、はい、ワンコインランチだよ。やばいね、今さワンコインランチって本当ないよね。ないね。超コスパ最強ランチを食べに行ってみたいと思います、はい。お肉屋さんの、あ、惣菜とかもあるんだ。肉の惣菜。おお。ジンギスカンの肉飯、本当お肉屋さんっぽい見た目でさ、ね、この中で食べれるってあんまり思わんくない。まさかね、ここでランチが食べれるなんてね、思いませんが、あの国道沿いにあるんだよね。こっち旭川方面で、こっちが札幌方面です。あー、いい匂い。もういい匂いですね。どこで食べれる。あ、これだな。これだ。まだあとね、3分ぐらい。あと3分ぐらい、ジンギスカン丼だ。500円だよ。日替わり定食も500円。500円メニューがいっぱいあるんだね。うどんそば1杯300円。安っ。開いた。行ってみよう。おお、これお惣菜。うわー、なんかさ、お肉屋さんのお惣菜っていうだけでもうさ、響き良くない。めっちゃ美味しそう。超美味しそう。疲れるね。ここで注文するのかな。そうだ、本日の日替わり定食ヒレカツだって。ヒレカツ、やだ、全部美味しそう。全部美味しそう。え、どうする。ジンギスカン定食500円。カツカレーとかもいいね。いいね。チキンカツカレーのカツカレーのカレー1個いってみる。カレーにする。ジンギスカン定食1つと、ジンギスカン定食1つ、はい、チキンカツカレー1つ、チキンカツカレー、はい、お願いします。肉盛り。あ、肉盛りできるんだ。お腹すいた。やばいね、11時なのにお腹すいた。いい、本当に全部が激安だ。めっちゃ安くない。超安い。ジンギスカン定食があるのは知ってたけどさ、そんなにいろいろあるんだ。確かに確かに確かに。来ました。すごいね。どっちもボリューム満点。え、なんかさ、普通にお肉いっぱいあるんだね。いっぱいある、いっぱいある。なんかもっと少ないのかなと思ったら安い。すごい。本当にすごい量だね。え、ね、一人分。チキンカツがめっちゃでかいね。そうだよね、手のひらぐらいあるんじゃない。いただきます。はい。やば。うわ、チキンカツすごい。めっちゃ大きい。お肉の量もすごいけど、ご飯もすごいね。これチキンカツでかすぎ。お肉やっぱすごい柔らかい。あ、お肉屋さんのだからね、間違いない。間違いない。リピ確定。おー、いろいろ食べたいしね。そう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 。鉄板なの良くない。そう、いい、めっちゃいい。玉ねぎも入ってるから。湯気が、もやしと玉ねぎ。おお。これも嬉しい。え、いいね。なんかさ、いいに嬉しい。一品じゃないんだね。そう、二つ乗ってる。お肉いただきます。どう、あれあれ、長っ。
お肉に味ついてるから、うん、ご飯めっちゃ進むわ。ほんと、うん、うまい。この味が本当に好き。うん、マジで美味しいよ。美味しい。うわ、あれだ。あれだよね。うわ、やば。うまっ。カツめっちゃ美味しいよ。柔らかいね。これ絶対穴場だ。うん、まあ穴場って言ってももうすでに混んできてる。うん、確かに。自分が知らなかっただけか。お肉買ってたのに切らなかったね。ね。どっちいっぱい食べたい。どっちいっぱい食べたいかな。これでしょ。そんなことない。そっち。本当に？うん、もう一口こっち食べてからそっか。った。じゃあ、こっちももらうわ。うん、食べて。大きい。値段をさ、聞いたらさ、まあまあまあ、それなりでしょうよ、みたいなさ、感じで思っちゃうけど、全然違うね。普通にめちゃくちゃ美味しいんだけど。多分さ、お肉屋さんだからこその値段だよ。なるほどね。うん、特売所なの。男の人だからさ、これ2つどっちもいけたりするの。いける人もいるよね。いいんじゃない。やば、目の前で1000ぐらい食べてたら面白くない、うん、気持ちいいね。頑張るわ、ね、さんもいけるか。さすがに無理かも。無理、うん、ノーマルカレーならいけるかも。チキンカツじゃなくて、うん、でもさ、こういう時ってさ、こういうモードの胃袋になるじゃん。いや、何それ。モードとかないから胃袋。その場その場に合わせて、すごい。消極になれたり。臨機応変に対応してくれるの、あなたの胃は。そう。だからさ、わんこそばとか食べれたけどさ。じゃあ常日頃もっと消食モードでいりゃいいんじゃん。確かに。に見えるのが旭橋じゃない？緑のやつね。うん、旭橋渡ってすぐのとこにあるみたいだよ。旭川のシンボルでしょ、旭橋、うん、そうだね、うん、でこのさらに先行ったら悪魔のロータリー、例のね。そう、そこまで行かないから今日。手前で、うん、大旭橋を渡ります。これだ、このめちゃくちゃ古そうな建物。わあだね。超古そうじゃん。福吉カフェ。ここここ。超レトロ。かわいい。リノベーションじゃない？そういうやつだ。側面とか見たらすごくない？めっちゃ古い。小樽とかにありそう。わかるね。小樽っぽいよね、なんか。旭川。旭川。ドリンクすごくない？すごい。めっちゃ和なドリンク。うわ、福吉ラテ。すごい。ドリンクの量がすごい。種類が。シェイクも。パフェも。すごい。どうしよう。で、あれだ。そうそうそう。この常盤焼きっていうのがさ、旭川の新名物だって。さっきのさ、通ったさ、旭、うんうん、橋をかたどった電子焼きだって。ここは店内でも食べれるんだよね、うんうんうん。店内でもカフェとして普通に使えるんだけど、今日はテイクアウトのみらしいです。すごいおしゃれだね。おしゃれ。ときわ焼き。え、おいしそう。だってなんかさ、うん、イレブンでコーヒーでも買って。え、あり。あそこ行こうぜ、うん、ちょっとさ、飲み物さ、高くてやめちゃったよね。節約術だよね。節約術。コーヒーはイレブンで済ませろっていう。じゃん。おー
どう？まあ、このさ、なんか下がポコポコしてるね。下何なんだろうね。UFO みたいだね。ちょっと UFO 感あるよね。下だって、あれ、厳密にはまっすぐだもん。あ、飛んじゃってる、飛んじゃってる。あ、おいしい。うん。一口目じゃ、到達しない。うん。中身。サクサクだね。うん。これめっちゃおいしい。うん。チョコすごい。ただのチョコじゃない。いや、わかるわかる。チョコチップでもない。チョコチップも入ってるよ、でも。なんか、濃い。うんうん。何それ。血糖値が爆上がりして眠たくなってきた。出ました、リサの血糖値爆上がり問題。血糖値スパイク起きてます。スパイクって言うんだっけ。違う、いや知らん知らん。血糖値そのストライキ。どこ、どこが入り口かな。結構車いるね。ねえ、意外といる。やっぱ旭川といえばみたいなとこあるのかな。まあそうだね、結構有名なスポットだよね、ここは。入園料大人一人1,000円なんだけど、うん、ホームページ見たら、うん、前売りチケットっていうのがスマホで買えるので、それ買ったら1人100円引き、うん、だから900円で入れます。はい、私たちはさっき買いました。もう直前でも買えるもんね。うん、直前で OK。ここがガーデンの入り口で、うん、なんかこっちにはカフェがあるみたいです。ナヤカフェって。ナヤカフェ。入園。このシールを、うん、胸元に貼ったら、うん、出入り自由だって。へぇー。オッケー。はい。バッチリ。うちららしからぬ、なんか可愛らしい、おしゃれな場所です。季節によって魔法のように変化するドラマチックガーデン。でもほんとさ、うん、四季折々だよね。うん、どっかに書いてるでしょ、四季折々と。ほら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 、絶対リサの口から出てくるわけで。6月だから。何咲いてる？トカの花。代表的な花は、うん、オリエンタルポピー、ルピナス、オダマキ、ジギタリウス、ゲラニウム。一個もわからん。え、ルピナスとかわかるでしょ。え、嘘でしょ。わかるよ。ルピシアのお茶と間違えた。なんで。ほんと季節によってじゃあ咲いてる花が違うんだね、うん、そうそう。なるほど。結構広そうだよね。広そう。今が、受付済ませて、うんうん、多分この辺にいるでしょ。うん、まあ、順繰り順繰り行ってみようか。ちょっと怖いじゃん、これ。あ、こっちにもいる。夜とか見つけちゃったら。あ、これ。あ、全部木に顔ある。青好きそうじゃん。似てる似てる。おー、モナリザのようについてくる。わ、すごっ。小道具使ってきた、早速。上のファーム。あ、すごいすごいすごい。欲張り欲張り。あんま映えない、それ。そういう動きをしたくなっちゃうような。道。うわー、すごい。かわいい。本当にかわいいね。かわいい。これ、お花好きな人の天国だわ。これさ、手入れすんのめちゃくちゃ大変そうだね。確かに。こんな広いエリアをさ、虹色の椅子と空のブランコがある。空のブランコ。すごい、なんかこの道もかわいい。ね。ずるっと行かないようにね。行った行った行った。言ったら行った。わあ。わ、めっちゃ綺麗。わあ、いいね、この景色。着いたー。椅子とブランコ、かわいい。乗れるんだ。乗ります。すごいじゃん。
without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. すごい魔女の花って感じ。本当だ、これはちょっと見たことないかも、さすがに。これトゲなのかな。痛そうだね。これ結構痛そうだよ。魔女が住んでる。魔女住んでそうだね。小人の魔女が住んでます。なんかこの曇りな感じも趣があるよね。雰囲気に合ってるね。そうそうそう、すごいいい。ピカピカ点々狩りだったらさ。狩り。デリかデリ。ピカピカ点々デリ。それも変なんだけど、ギリ許したね。ピカピカ点々までよ。そしたらまさかのガリガリ。なんて言うんだっけ、そういうの。そういう時。カンカンデリ。カンカンデリだ。カと手が逆になっちゃったので、ね、点々ガリって。カンカンデリでした。Not the first time I feel good, but it's been a while since that happened. Knock on wood. I try. 見て。え、すごい。なんかコンクリートの花みたい。なんかさ、布みたいじゃない？こういうカバンの素材ない？クシュクシュの。コンクリートって言ったばっかりやね。うちらがお花にお金を払うなんてね。結構奇跡だよ、ね、今日のランチが安かったからですよ。確かにランチ2杯食べれるじゃん。ジンギスカン定食4個分。楽しいね。なんかずっと緑があるから綺麗だね。うん、癒しスポット。花に興味がある方は、うん、ぜひ行ってみてください。カフェカフェ、これいいね。アイシーソフトクリームいかが。美味しそう。え、なんかブルーベリーミックスなんだ。どの味にする？ブルーベリーミックスだよね。いいじゃん、外にしようよ、せっかくだから。え、めっちゃいい。こんなとこで食べれんの？ソフトタイム。ブルーベリーミックス？そう。美味しそう。牛乳から行こう。牛乳か。うん。うん。美味しい。うん。すごい。滑らか。うん。滑らか。滑らか。うん。美味しい美味しい。わ。ブルーベリー美味しい。うん。めっちゃうま。うま。ね。食さ、なんか。そんなこんな。こんな。ちょっとやりすぎちゃったよ。全然やりすぎじゃない。うまっ。おいしい。満足度の高い一日じゃない。ねえ、ていうか半日。うん。ね、4時間でこんなに満喫してきた。すごい楽しかったね。うん。ブルーベリーの方にしてもいいぐらいそっちがおいしいかも。わかるわかるね。ミルクなんかちょっと味が薄い。そうだね、あんま濃厚って感じではない。あっさりめだね。うん。うん。北海道のソフトクリームを、食べ続けて20年だからね。うん。早20年だもんね。早20年だから。ソフトクリーム舌は超えてますよ。そうだね。でもやっぱ半。うん。好みすごいあるじゃん。いや、そう。ほんとそう。なんかさ、ラーメンみたいなもんだよね、ソフトクリームって。そうだね。てか食って基本そうだよね。いや、すべてがそうか。うん、なんかソフトは、あっさりか濃厚か、うん、冷たいかぬるいかとか。まあ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 。そういう好みがあるよね。はいはいはい。
濃厚かあっさりどっち好きだって。濃厚。濃厚。コーンフレーク入ってる。そういうこと？パフェみたいになってるじゃん。いや、すごいカップ深いからアイスおーって思ってたんだよね。何派？目力で追いやって。弱すぎ目力。あれはやだね。うん、あれはやだよね。でも大丈夫。大丈夫、大丈夫だよ。見なきゃいい。気づかなければいい。うん、自分についてたとしても気づかなければいい。うんうんうん、そうそうそう、そうそう。うん。ね。あっさりと濃厚の狭間。やばい。生と死の狭間。コーンフレークがね、喉で停止した今。落ちていかんで。うまかったと。生と死の狭間。うまい。めっちゃ自慢げだったもんね。ちょっと出ちゃってたよ、顔に。生と死の狭間。顔見てなかったよ。Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV on.